ショコも見てるよいまだに見てるよまだデッドバーやってるよね何かあるたんびに俺しかも連絡取ってるしなツボの時も「ショコ LINE くれてありがとう」っつって1週間で登録者1万人増えてたやば今ショコ登録者何人ぐらいいるの何人ぐらいいる 7万人すごくねあ、もうちょっとで4万い,いや、すげえすげえ伸びてきてるねで。俺はさ、ニコ動っていうさ、あのー、貯金があったからさ、まあ、ある程度伸びるのって当たり前だけどさ、すごいね。3万6千人なんだ。 すげえすげえ。つべいって正解。俺絶対 YouTube の方がいいと思うわ。あいつゲーム上手いし声かっこいいじゃん。チクのもう一番超えた。マジで。チクお前一番超えたんか。ただ俺最近のチクで気に入らねえことがあるわ。あいつなんか、社会人になっちまって寂しい。チクが。あ、マジで社地区っすわ。みたいな。あいつツイートしてて、おい地区おめ社会人になっちまったんか。悲しかった。 地区一万人行ったんだ。<laughs> 見栄え良くなるような桁が一個上がると。<laughs> 職場での悩みを聞いてください。デッドバイデンド地区染まるな社会に, <laughs> 歯になな。歯車になるな歯車になるな 空気読めないエモが初の8でまあ人数増えたら順で追かけたようになって、初も渋いまあ実際そうですねって言ってなんか辛かった。俺なんか全然関係ねえだろ。YouTube で、YouTube でコラボしたことなんて一回もねえぞ。<laughs> 何そのさ、<laughs> そんな <laughs>、そう言わざるを得ねえじゃん。歳も俺の、俺より多分10個ぐらい若いだろうし、初期。YouTube でコラボしたことは一回もなくねえか。 いやでも4万とかいったんだ。俺最初見た時1万いってなかったのにな。すげえ。みんな頑張ってるな。あ、24なんだ。へえ二24なんだ。モコ企業案件だらけだよ。モコなんか全然企業案件受けてねえよ。全然受けてねえよ。月1本とかだよ。多分見てると。 あいつの動画俺見てるけど、あいつの動画でおもろいタイトルあったんだよな、一個。サブチャンネルの、飛行機がマジで怖い剣についてっていうタイトルマジで笑ったわ。緑さんのズボンが破れたぞ、以来に、こいつ何でもありやなと思った。<laughs> 飛行機がマジで怖い剣について知らねえ、バカ死ねえよって感じやじ。<laughs> あいつマジで怖いらしい。知らねえよって思わねえ。 そうそうこれこれこれ飛行機がガチで怖い男もうこんな動画上げられたらさ無敵じゃん何でもありじゃんもう <laughs> 何でもありだな僕モコは最近お前の金ネジ期で興奮したここの視聴者がモコの配信荒らしたのにブチ切れて配信切って全てニコニコのこと邪魔な回線でいたなんかいつものモコなのよ無敵にそれが」 なんかいつものモコを元気してるなって。容易に想像できるわ。俺。あいつもうなんか10年ぐらいその流れあるじゃねえかよ。10年ぐらい。で、なんかちょっと部分的に謝って、みたいな。だからここはごめんて、みたいなこと言いそれで上げ足取られて、モコの視聴者が。てかもう俺の視聴者っていうか、モコのハンチがあいつからかうとか面白いんだよ。あいつ目線合わせてくれっから。で、 でそれは悪いそれはごめんてみたいなので,でずーっとそのその向こうが言った失言みたいなのを連投するみたいな流れだろうもう知ってんだよもう10年あいつやってんだよ同じことで次の日当たり前のようにニコ生するっていう絶対そうだからあ <laughs> 全くそれでしょもう絶対そうだからお家芸じゃんもうそれあいつの。 次の日必ずニコ生するちょっと煽って「お前がそんなんだから荒らされんだよ」みたいなことを言ってでモコ女ファンは「なんでアンチコメばっかりにコメント拾うの?」みたいなコメントし始めてモコはもうその連投しか読めなくなってだから楽しくできないやんそんなんじゃニコニコ楽しくできないやんみたいなこと言い始めてじゃあもうニコナマ読めて YouTube だけでやりますって2時ぐらいからやってんだろもう,毎もう10年やってっからあいつ。 死ねつとやんもうお前 <laughs> てたじゃん毎回それじゃん絶対そうじゃん毎回それじゃんで仲良しに戻るっていうマジでそれだろ定期的になんかそういうことするじゃないです がしたら画質上がるってコメントでキレて, <laughs> てたのなんでキレてたのお前そんなこと言うなやってキレてたろでもそういう時のモコのアンチがめっちゃ配信楽しんでる感異常だよねものすげえコメント流れるっていうめっちゃ。 まあ餌やってんだよアン,チアンチっていうか自分の視聴者にじゃなかったら病気かどっちかだよ <laughs> ちゃんとした精神病か配信のことを考えて、まあ、たまにはちょっとニコ生っぽい枠するかっつってなんかやってるかどっちかだな <laughs> あいつ投げ銭するぞって謎の人質取ってた <laughs> あそうなんだ お前らがそういうこと言うから俺が投げ捨始めたんだって。<laughs> うーん。無視すればいいのにね。